今日もタオルで体を動かしていきましょう。ヒゲダンのタオル使います。何でもいいので長いものを持ってきてもらって体を動かしていきます。持ち方は前回もお伝えしたんですけれども、楽にギュッと握りしない締めすぎないように、指先軽く握ってもらって、他の指の4本はふわっと添えるぐらいでいいですよ。肩はね、力抜いておきましょう。で今度は膝立ちになってください。こんな感じかな。で足をね、横に、片方の足を横に出して伸ばします。おへそは 前をね、向けておいてくださいね。じゃあ手を前に伸ばします。肩の力抜いて上に伸ばす。体側ぐーっと伸び、さっきね、立った時と同じような感じ。こんな風にお膝を立てても、さっきやったような感じでこうやって回してもいいかもしれない。気持ちいい。内ももとか膝の裏とかも伸びてくると思います。肩周りは力抜いてくださいね。はい、では今度はお膝を曲げたら横を向きます。横を向いたら下からうーっとお腹の前が伸びるようにして、ももの前、ここ伸ばしていきましょう。もし手が後ろに行けそうだったら後ろに、このまま行けちゃう人は行ってもいい。肘曲げて曲げて、ジグザグジグザグ行ってもいいです。戻って、もう一回お腹の前から伸ばす。肘曲げてもいいです、ジグザグジグザグ。はい、戻ってくる。じゃあ今度お膝伸ばして前に倒れます。膝の裏ストレッチ。はい、戻ったら今度は反対いきましょう。反対、反対。じゃあ手を前に出して上に体側伸ばす。おへそな、ま、前にね、おへそは前に向けておいてくださいね。おへそは前に向けて、肩周り力抜いて大きく前から回していきます。前から回して、前から回して、前から回して、肩周り力を抜いて体側背中、いろんなところ、内ももとか膝の裏も伸びます。気持ちよく回す。はい、では横向きましょう。横向いたら下からぐっと伸ばして、お腹の前、ももの前が伸びる。肘曲げて、ジグザグジグザグ、背中をこすっていく。もしこのままいける人は行ってもいいですよ。このまま行ってもいい。お買い物って伸びる。引き曲げてもいい、ジグザグジグザグ。はい、戻って、あと1回後ろ、肘曲げてもいいです、ジグザグジグザグ。そのまま戻ってきても OK。 はい、手を下についてお辞儀をするように、お膝の裏を伸ばします。はい、じゃあ前を向いて、では立っていきましょう。じゃあ最後タオルの遊びしますね。タオルをこんな風に短く持って振ります。